です。今ですね、私はここですね、はい、ミネアポリス、まあ、ここね、アメリカ合衆国でデルタ航空のですね、まあ、あの拠点となっている空港となります。まあ、ここからね、今からあのアメリカの国内線ですね、ミネアポリスからニューヨークに行きます。今回の動画では、まあ、アメリカの、まあ、国内線ってどんなもんやっていうのをね、ちょっとね、あの動画でお伝えしたいと思います。まあ、以前ね、あのアメリカの国内線は、まあ、あの国内線って言っても LCC とかではなくて、デルタ航空とかレガシーの航空会社乗ったことあるんですけども、まあ、ほぼね LCC と変わらないっていう風なね印象でした。まあね、多分おそらく今回もそんな感じのレビューになると思うんですけども、まあ、2時間ぐらいのフライトなんで、まああのね、こう機内食は出るのとかがね、あと飲み物は出るのか、そういったところをね、ちょっとね、あの動画でお届けできればなっていう風に思ってます。もう今ねミネアポリスであのトランジットに向かってるんですけども、全然今回ねトランジットの時間がなくて、本当はね、あの私一応デルタ航空のゴールドメダリオンなんでラウンジ使えるんですけども、もうちょっとそんな時間もないんで、さっさとねゲート行きたいと思います。まあ今ですね、まさにもうゲート向かってるんで、まあねちょっと急ぎ足で行きましょう。それではですね、今ゲートの前に着きました。問題なくね、あの時間までにね、あの来ることができました。まだね搭乗開始となってないので、ここで待機しておきたいと思います。はい、ちょっとさっき乗った国内線よりも少し狭いかもしれないですね。こんな感じになってます。それで機体は MD90 ってやつですね。ボーイングでもエアバスでもないです。まあ、ディスプレイはね全然ないですね。はい、そんな感じです。まあ、出発まで待ちたいと思います。爆睡してたんですけども、機内サービスはですねあるみたいですね。それで、ね、まあ、簡単なやつなんですけども、まあ、これ国際線でももらったやつ、あとドリンクもコーラとかね、あとスターバックスとかもね無料で配ってます。あの見た感じだとね、こんな感じでフライトブリューって書いて、600マイル以上だと無料でもらえるってやつですね。おそらくこれだと思います。はい、ニューヨークに着きました。かなりもう日本だと夜の時間になるんで、すごい眠たいですね。それでここね、ニューヨークなんですけども、あのニューヨークといえばやっぱり JFK の空港が有名だと思うんですけども、ここはねラガーディア空港っていうね、 JFK よりも中心地に近い空港になります。まあ、なんでねビジネスマンの方とかもね非常に乗客もですね多くてね、まあ、あの日本でいうと、まあ、羽田空港みたいな
感じですね。成田空港が JFK なら羽田が、まあ、ここのラガーディア空港みたいな感じですね。デルタの国内線なんですけども、まあ、思ったよりもね、こうやってねコーラとかも無料で出してくれましたし、あとお菓子もね出してくれましたし、ディスプレイはなかったんですけども悪くはねなかったですね。スカイプライオリティの乗客が非常に多かったぐらいですかね。なかったまあ特にね他には驚いた点はないんですけども、まああの参考にしていただければなと思います。まあそんな感じで、ね、動画は終わりたいと思います。それでは、ね、この動画がいいねと思った人はですね、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ブログはほぼ毎日更新していて、インスタグラム、ツイッターはですねリアルタイムで更新していますので、ぜひともですねそちらのフォローもよろしくお願いします。